東縁望は、愛媛県今治市大三島町宮浦にある寺院。本尊は、薬師三尊。大山隅神社の祭神である第三世神の本寺仏である大通り友勝如来の古仏が鎮座している。農協、元祖四国五十五番三島宮大通、友勝如来神宮寺東縁望大通、友勝如来当時所像の大通友勝如来座像は、大山隅神社に祀られていた。 本寺仏であり神仏分離の際に移された古仏で神社のどこに祀られていたかははっきりしないが神宮寺と言われている。第三石神の娘はこの花咲く八姫でその夫はニニギノ村であり、大通ともかつ仏には十六人の王子がおりばしは釈迦であることからアマテラス大臣は第日次如来で次に尊い仏として第三石神の本寺仏に 大通ともかつ仏が当てられたと言われている。清志然が女王2年に順拝した記録、四国変土日記の三島の宮の記述によると、清志然は今治の別宮に参拝していて、本式は変路なればその島に渡る、これに札を収めるは略式なりとある。また、特順2年万年が観光した四国変路同士難には、別宮は、 三島の宮の前札所なり三島までは、会場ななりあり上に、税より拝むとなっている。さらに、完成12年の四国展令明書税によると、53番延命寺の後の記述に、55番三島社祭人、第三石大名人のタイトルで、他の札所と同等に、第三席者及び神宮寺が図面入りで解説されていて、その次に54番延命寺。 55番別宮と記述されている。しかも、別宮の港で、大三島へ渡らざる時はこのところにて洋配すと、当社を重要視している。また、大三島の南台湾の橋浜港の近くに、文政13年本流の変路石があり、その港から、まっすぐ北上し東島に到着し第三石神社と、本時代通、友勝におに参拝のう今をしていた。ゆえに、 大三島の三島大明神に参拝するのが正式な四国遍路であり、多くのお変路さんは大三島まで来ていたようである。現在、神社と分かれてその本事物である大通りともかつ、如来が座する当時への参拝が四国遍路の本来の姿であるとも言えよう。宝縁元年、皇のため、清の次男、妙尊が、縁のおずぬの法を学び、皇の一族の夫人たちの指示を得て、 社編に一羽の児童を混流した。その明村の子が東縁坊を名乗ったのが始まりである。その後、神社に属して仏事を行う武装の監督的な立場の兼業職は代々当たり坊が認じられていた。当坊は神仏集合時にあった神宮寺二十四坊の一つで、二十四坊のうち八坊は正治年間に四国本土の別宮に移転し、残った十六坊も、 近世初頭の天文5年の記録には4棒になっていた。なお、明治の神仏分離の際には頭房のみが残った。また、それまで、大三島の坊は、忍の字の系統の五室派であった。江戸時代の万字年間あたり坊は、光林寺の末寺となる。明治初年の神仏分離令により、頭房は、大山積神社より離れ、その際、大通、友勝如来が頭房に移された。 2019年、本堂を取り壊し再建され、2020年5月15日に、完成、大2、友勝如来が鎮座していた、本堂脇の堂の仏像たちも本堂に移された。泉学坊、本学坊、西の坊、北の坊、大善坊、宝蔵坊、東縁坊、滝本坊、尺蔵坊、東の坊、中野坊、縁光坊、新鮮坊、上津坊、 山城坊、光林坊、城蔵坊、最高坊、宝石坊、安楽坊、大谷坊、地福坊、通り増坊、南高坊の24坊。明治初年以前は当坊と記述し、現在は当時と記述する。下記の四国ペン黎明書図への絵図には本殿に向かって、右の石段を上がったところに、月光山の神宮寺として、大指導との教書があったと記されているが、 約50坪の大きな建物で、ここに、大通友勝如来像は祀られていたと思われる。現地説明看板より令和元年7月23日文部科学省、国時代26号、文化財大三島地域。ありがとうございます。